犬用チャンネル。コロナウイルスのせいで友達とも遊べないし、つまんないな。折り紙でもしようっと。まず半分に折って、とか折って、カードとカード合わせるの難しいな。あ、違った。三角だ。三角折って、とか折って、あれ？なんか違う気がする。あれ？もうわかんない。どうしたんだい？あ、その声は。と、コロナ撲滅戦隊、ヨークリーン。一体何があったんだい？あのね、折り紙がね、全然上手にできないの。そうか。よし、じゃあ今日は今から私と、折り紙に挑戦だ。今日作るのはこれ、ミオグリーンの折り紙だ。まずは準備をしよう。緑の折り紙を2枚、小さい黒い折り紙を1枚用意しよう。この小さい黒い折り紙は普通の折り紙を半分に折って、もう半分に折ったこの大きさだ。ハサミで切って準備をしよう。よし、じゃあ今から折っていくぞ。まず顔を折ろう。白い方を表に向けて半分に折って線をつける。しっかりアイロンするんだぞ。さあ、線をつけたら開いてくれ。よし、じゃあ横も半分に折る。折れたらもう一度開く。今つけた線が大切になってくるからね。さあ、真ん中の線に合わせて折っていく。さあ、反対側も真ん中の線にめがけて折っていくぞ。さあ、今折った片方だけ開いて、真ん中のその線に合わせて半分に折る。もう片方は半分に折り返していくぞ。ここが違うから難しいぞ。注意が必要だ。さあ、今折り返した上の角を小さく1枚折っていく。反対側も同じように折るぞ。そしてそのまま上を開く。下の角を真ん中の線に合わせて三角に折ろう。いい感じだね。反対側も同じように折ろう。よし、じゃあ次は横だ。横を真ん中の線めがけて折っていく。だがここで注意が必要だ。真ん中の線にかぶらないように少しだけ開けて折っておこう。反対側も同じように折る。ここも同じように少しだけ間を開けよう。2つとも折った時に真ん中に白い線のようなものが見えたら大丈夫だぞ。よし、じゃあひっくり返そう。下の角を三角に折ろう。そして下は真ん中の線まで折っていこう。次は上だね。上は上の線の一つ下の線で折り返そう。よし、じゃあひっくり返そうか。4つの角があるね。
その角をすべて折っていく。すべて折ったら、ひっくり返して、ひとまずここでストップだ。よし、次は黒い折り紙を使う。下のところを少し折り返す。しっかりアイロンするんだぞ。よし、じゃあ次は上も同じように少し折り返していく。よし、じゃあ横向きにしよう。下のところをさっきより少し太くなるぐらいに折り返していく。いいぞ。ひっくり返して、4つの角をすべて折っていこう。よし、すべて折れたね。そしたら、さっきの緑色の顔と合体していくぞ。しっかり差し込めば、顔の完成だ。次は体を作っていくぞ。緑の折り紙を用意して、白い方を上に向けよう。よし、じゃあまず半分に折ろう。しっかり角を合わせてね。折れたら1枚折り返そう。折り返したらひっくり返して、真ん中の線より少し向こうまで折り返そう。よし、それじゃあひっくり返すぞ。横に半分に折ろう。半分に折ったらまず開こう。ここで線ができたね。この線に合わせて端っこを折っていく。反対側も同じように折るんだ。よし、じゃあ上の白いところの角を折っていく。ここが肩になるからね。反対側持ってひっくり返したら体の完成だ。顔と体ができたら、さあこれから最後の仕上げだぞ。顔と体を合体させる。ここは少し難しいから頑張ってくれ。よし、できたね。そしたら後ろを向く。ここでセロハンテープを使って真ん中のところを止めていこう。よし、止めれたね。これでミニオーグリーンの完成だ。できたじゃないか。よし、それじゃあ私からプレゼントをあげよう。なんだろう。ほら、わー、犬用グリーンと一緒の犬用バッジだ。やったー、ありがとう。かっこいいだろ。よし、じゃあちょっと指を入れてみてくれ。こうすると指人形みたいに遊べるだろう。ほんとだー。コロナ撲滅戦隊犬よグリーン、楽しいね。それはよかった。みんなもお家で作ってみてくれ。みんなも犬用レンジャー作ってみてね。